こんばんは。リトルプリンスソフトテニスコーチの野村です。はい、今回ですけどサーブの特にグリップについて、今回解説していきたいと思います。やはり1年生の最初の時にこう拾った持ち方からラケットスタートでそのままの状態でサーブを打つ人が結構多い、傾向があります。でそこからやはりこう最終的には横向き作ってこう威力がある、サーブを打ちたい時にはどうしてもイースタン、セミイースタングリップという形で少しあの挟んだ持ち方、斜めに持つ、薄いグリップにならないと、うまく打てなくなってくるので、それをどうやってこう変化させていくかというところの、手段、方法というのを、提案させていきたいなと思います。はい、では、解説していきたいと思います。まずあの拾った持ち方ですね。ウエスタングリップの状態で、サーブを打とうとするとどうしても横向きを作ってるとそのまま、ラケットがいかないので、体も前に向けて形でいきますね。安定感は出てくるんですけど威力がやっぱり出てこなくなります。で、最終的にあのだんだん打てるようになってくると、レベルが上がってくるとやっぱ入れてるだけでは勝てないので強いサーブ、っていうのをちょっと打っていかないといけない。攻撃的なサーブを打つためにはなるだけこう薄いグリップ挟んだ持ち方または斜めの持つセミスタングリップっていうのが大体あの推奨されてるんですけれど、それをどうやって意識すればいいか、変化していけばいいかというところで、まずあのプレイヤーの人ですね、グリップを変えたいってことに関してはまず打ちたいところに、ラケットを置いていただいて、でそれを、はい、取りに行く形にすると実際的にこう横向き作って高いところでラケットを振ろうとすると常に的にラケットはこういうふうに挟んだ持ち方、はい、斜めの持ち方になります。なのでここで打つよっていうところ打点がまずしっかり、確立できてないと、このグリップ、うまく使えないという形になってしまいます。で、拾った持ち方で打つ、厚いグリップですね、いわゆる厚いグリップで打ってる形の意識を持っている方が薄いグリップになるとどうしてもラケット面がこういう形に、はい、なってしまうので、そこのイメージをちょっと、変えていくという形になってきますので、まずは、こういう形、手のひらを抜けるような形で当たるよということをちょっとイメージさせるというところが大事なんです。あとはこのラケットの使い方になってきますので、ここを逆再生していく形になるとこういう形になってきます。まず肘から入ってきますのでこういう形になってきます。肩、肘でグリップエンドから入っていって、まずはフレームの方からいって最後ラケット面という形になるので、こういう使い方が、はい、分かってくると、はい、打てるようになってきます。はい、以前もちょっとあの紹介したんですけれど、グリップ面を見せてこういう形で打つという、はい、挟んだ持ち方でこういう使い方ができるようになってくると必然的に、はい、挟んだ持ち方とか薄いグリップでそのまま振ることができます。はい、以前にもこう出したボールを投げるっていうラケットでボールを投げますよっていう動作もやはりこの薄いグリップじゃないとこういう使い方ができないので、こうサーブはこういう使い方で持っていくよっていうようなイメージを作っていただけると、はい、分かりやすいからで、この反復がやっぱすごく大事になってきます。そこをちょっと意識して、こう段階的にまず短く持ってラケットの使い方から意識をしつつ、だんだん、最終的にはサーブの形から、やっていくという形で、練習していくと、いいのかなと思います。
そこから小さくそこからそしてダー、はい、いかがだったでしょうか。まあ、サーブとにかく大事なのは、当たる場所とそこに至るまでのラケットの、はい、軌道がアイスボーク大事になってくるので、うまく使い方っていうのをね、意識しながらやっていただけるといいかなと思います。まあ、以前の動画にも出してるんですけれど、ラケットを短く持って当ててみたり、はい、あとボールをそのままラケットで投げてみたりという形で、うまくそういう動作をサーブの中に取り入れて、やっていくといいかなと思います。で、手首をあまりふにゃふにゃ使いすぎないというのがすごく大事になってくるので、なるだけ手首というのは、くるく固定して、当たってからこうスムーズにいくような形で出していただけると思います。ちょっと番外編でしちゃったんですけど、チョップとからのハイタッチという形で、こうやっぱりこう当たった時も少し腕が伸びきっている形、力が伝わる形でやっぱりこう当てられるというのがすごく大事になってくるので、特に力の伝え方がわからないジュニアの子とか、はい、ちっちゃい子に関してはよくハイタッチをさせてしっかり音を、鳴らせる、すごいバチンって、ね、鳴った、はい、ハイタッチができる、ね、そうすると力の感覚としてこう入れ方として分かりやすくなるので、そのためには力を抜いてて当たるときに力を入れるというような、はい、力の入れ 方、ね、方入れ加減というのも、少し意識していただけるとサーブも少し良くなってくるのかなと思いますので、力は入れすぎないで、もうインパクトの時に一瞬力を入れるという形をね、少し入れながら、はい、ラケットの使い方を意識してね、やっていただけるといいかなと思います。なかなか前からやってる打ち方を直すというのはなくて、呼吸を入れることですので、こう一つ一つ確認しながら、はい、グリップ持ち方、打点、そういうのをちょっと意識しながら、はい、やっていただけると良、くなってきますので、こう地道に練習、ね、して、こうレベルアップ、またフォームの改善というのを、ね、意識していただければと思います。本日はありがとうございました。